この動画では髄膜の画像解剖について解説していきます。脳には膜組織があり、硬膜、くも膜、軟膜がありますが、それらをまとめて髄膜と言います。この髄膜の知識については、硬膜下血腫、硬膜外血腫、くも膜下出血、髄膜炎など様々な疾患を理解するための重要な基礎知識となります。この動画では髄膜の教科書的な解剖の基礎について知ることと、さらにMRI の脳画像上で髄膜がどのように見えるのかについても詳しく解説していきたいと思います。キーワードについてはこれらについて詳しく解説していますので、これらのキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まずは髄膜、メニンジスの基本解剖について見ていきたいと思います。脳には外部からの衝撃から脳を守るため頭蓋骨があるわけですが、頭蓋骨の外側の部分を外板、真ん中を板関層、内側を内板という構成で覆っています。そしてその頭蓋骨の内側には髄膜があるわけですけれども、髄膜は一番外側の硬膜、デュラマター、真ん中のくも膜、アラクノイドマター、そして脳表側の軟膜、ピアマターの3層構造になっています。さらに硬膜とくも膜の間を硬膜下、硬膜と外側の頭蓋骨の間を硬膜外と言います。そして今度は硬膜について注目してみると、硬膜は頭蓋骨側の硬膜外層、もしくは骨膜層、脳実質側の硬膜内層、髄膜層の2層構造となっており、それらの間を上視状静脈洞などの静脈を走っています。このような硬膜内を走っている静脈のことを硬膜静脈洞と言います。そしてこれらの静脈についてですが、頭蓋骨を貫いて頭蓋内外を連絡している部分を動質静脈、板関層の方に走っているものを板関静脈、そして今度は内側の脳実質側ですけれども、硬膜核のこの部分を貫通する部分のことを下胸静脈と言います。また硬膜についてはこのような脳を分けるような部分もあり、後で詳しく説明しますけれども、大脳ガマのような脳実質を分ける仕切りの役割をしている部分もあります。続いて硬膜核について見ていきたいと思います。硬膜は先ほど説明したように、硬膜外層、骨膜層と硬膜内層、髄膜層という構造になっていますけれども、硬膜とくも膜の間を硬膜核といって、この部分にスペースがあるというふうによく説明されますが、この部分にスペースがあるわけではありません。この部分は硬膜境界細胞層、デューラルボーダーセルレイヤーという構造になっており、この部分が硬膜下、よくサブデューラーと呼ばれる部分に対応しています。硬膜とくも膜はコラーゲン繊維が豊富で頑丈という特徴がありますが、このデューラルボーダーセルレイヤーの部分はコラーゲン繊維がほとんどなく、ストレスに弱い構造となっています。よって先端や歪みなどのストレスが加わった場合には、この部分に裂け目が生じ、血液を含む液体貯留が起こって、その時に初めてスペースが形成されます。それが硬膜下血腫のメカニズムです。通常脳組織というのは血液脳関門 BBB といわれるバリアがあり、血管内から脳実質に異物が入らないような仕組みとなっています。よって造影後の検査でも脳実質は造影されることはありませんが、硬膜は血液脳関門 BBB を持たないために、生理的にこのような造影効果を持つということが大切な特徴となります。また皮下脂肪と頭蓋骨の板関層も生理的に造影剤を持つとされています。頭蓋骨の内板と外板に関しては、緻密骨もしくは皮質骨と言われる構造をしており、これらは石灰化成分が主体です。よって MRI の信号源であるプロトンがないため、これらの構造物は無信号となります。それに対して頭蓋骨の板関層に関しては界面骨と言われる構造をしており、骨髄が主体となります。骨髄が主体ということは、脂肪髄を反映した信号となり、 T1 強調画像で高信号となります。もともと T1 強調画像で高信号であること、さらに造影効果を持つことから、脂肪抑制の造影後の T1 強調画像では板関層はこのような高信号となります。以上のことから、造影後に脳を撮影した場合、外から高信号の皮下脂肪、無信号の外板、高信号の板関層、無信号の内板、そして造影された硬膜という順番に並ぶということになります。どの組織が造影されて高信号になるのか、どの組織が無信号なのか、そして特に
この硬膜に関しては生理的に造影効果を持つことなどが特に重要ですので、これらをしっかりと押さえていただけたらと思います。続いて硬膜でできている構造物について見ていきたいと思います。硬膜でできている構造物として大脳ガマ、小脳ガマ、小脳転倒がありますけれども、こちら脳の感情団で左右の大脳を分けているこのような仕切りのようなものが見受けられますけれども、こちらを大脳ガマと言います。イラストではこのように縦に稲刈りで使う鎌のように脳を左右に分けているということで、この部分を大脳ガマと言います。こちらは硬膜でできている構造物です。そして下側にも同じような小さい鎌があり、こちらを小脳ガマと言います。このように小脳の左右を分けている仕切りに対応します。さらに大脳と小脳を分けるこのような水平な部分もありますが、こちらも硬膜でできており、この部分にイラストでは対応しますけれども、この部分を小脳転倒と言います。大脳ガマは左右の大脳半球を分ける硬膜、小脳ガマは左右の小脳半球を分ける硬膜、小脳転倒は大脳と小脳を分ける硬膜に対応するということをここで押さえていただけたらと思います。感情団のスクロール画像で確認してみると、硬膜と硬膜静脈洞がこのように造影されていますけれども、そこから連続して大脳を左右に分けているこの縦の仕切り、こちらが大脳ガマ。さらにスクロールしていき、この部分に小脳がありますが、この小脳を縦に左右に分けている小脳ガマ、さらにこの水平部分に点灯状に張っている部分ですね、こちらもこのように硬膜から連続しており、こちらを小脳点灯と言います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は髄膜について見てきました。基本事項として髄膜は硬膜、くも膜、軟膜の3層構造となっており、硬膜に関しては硬膜外層、骨膜層、硬膜内層、髄膜層となり、その間を静脈が走っていました。そして硬膜核ですけれども、この部分はスペースではなく硬膜境界細胞層、デュエラルボーダーセルレイヤーという構造になっており、この部分で硬膜下血腫が生じるというふうに説明させていただきました。また造影 MRI 上でどのように見えるのか、造影効果がある皮下脂肪、無信号の外板、脂肪髄があり T1 強調画像で高信号ですけれども、さらに造影効果もある板関層、無信号の内板、その内側に生理的に造影効果のある硬膜がこのように見えるということを、このような層構造で画像上で認識できることが重要です。また硬膜でできている構造物として、左右の大脳半球を分ける大脳ガマ、左右の小脳半球を分ける小脳ガマ、また大脳と小脳を仕切る小脳転倒についても説明させていただきました。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。この動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。